はようございます。ただひこまでです。お車でお越しの方は必ずお店の前まで直接お越しください。お越しいただいた際にはまずこちらに車を停めていただいてお荷物を下ろしていただきます。お荷物を下ろしていただきましたら船の座席を選んでいただきます。その後スタッフが後ほど駐車場にご案内いたします。船の座席はどちらにありますか？こちらになります。釣り物によって札が分かれていますので、その日にお越しいただいた時に釣り物を言っていただいて言っていただきます。これはじゃあ先着順、ね、先着順となります。はい、札を取っていただきましたら駐車場にご案内いたします。釣り物によって止める場所を変わってきまして、この奥にご案内する形か、もしくはこちらの出口の近くに、組合側の近くに止めていただく方にもなりますので、その辺は当日スタッフがご案内いたします。札を取っていただきましたらこちらで札をお預かりして、釣り物によって料金をお支払いいただくようになります。で、札も色によってこういうふうに乗船券が分かれていますので、こちらの乗船券を、乗船名簿ですね、必ずこちらを書いていただくようになります。はい、受付が済みましたらこちらにお越しいただいて、こちらで書いていただきます。はい、こちらでは必ずライフジャケットがあるか必ず確認しております。なければ必ず貸し出ししております。はい、でその他に仕掛けや竿をお持ちでなければ貸し出ししております。はい、さっふんわりと混ぜ合わせて、ただひこ丸では駅から来る方もいらっしゃいますので、手ぶらでも釣りにご参加いただきますよ。無料でカッパの上下、こちら長靴無料なんですね。無料です。貸し出ししております。子供さんから大人までサイズありますので、タオルも無料で貸し出ししております。いらないタオルなどあればぜひ ご寄付をお願いいたします。ステッカーやパンフレット、割引券などいろいろ置いてありますので、こちらはご自由にお持ちいただくようになっております。フェイスブックも始めました。こちらが待合所になっております。出船するまでの時間に皆様こちらでお食事な、はい、休憩などしております。はい、待合所にはこちらお茶器が、コーヒー、麦茶、玄米茶など皆様おくつろぎいただくようにお飲みいただきます。でお湯や電子レンジも備えてありますので、はい、お弁当持ち込みなども大丈夫です。でこちらの奥には更衣室があります。あ、更衣室。あ、はい、これは女性の方の、いや、別に男性女性関係なく、はい、ご利用いただけます。男性用と女性用と分かれてまして、こちらが女子トイレです。トイレには一番のこだわりを持っているので、綺麗なトイレです。一番順番ですね。はい、一番です。ウォシュレットついてます。ウォシュレットついて、手すりもあって、はい、立ち上がりも、なるほど、はい、女性の方です。男性はこちらと様式と2種2つ、こちらも綺麗ですね。こちらも綺麗です。ただひこ丸ではバーベキューのスペースも完備しております。釣りから帰ってきたお客様にこちらウッドデッキでバーベキューを楽しんでいただきます。海風も気持ちいいのでおすすめです。喫煙所も完備しておりますので、こちらの場所でタバコ吸っていただけるようになります。水道は3箇所完備しております。で、どの3箇所も全部お湯も出ますので、冷たくなった手を温めていただくことができますので、お湯が出るってことですね。お湯出ますね。はい、魚をお一人様500円でさばきをやっております。頭、内臓、鱗落としです。家でのゴミが気になる方はこちらでさばきのサービスを行っております。海水でお魚を洗いますので、魚も傷まないのでおすすめです。これ
これはサービス券ですか？サービス券です、はい、インターネットでどのページでも構いませんので、はい、1枚プリントアウトしていただくと毎回乗船代が1000円割引になります。はい、1日券、半日券、どちらでも1000円割引になります。でこちらお持ちいただいたお客様には次回からこちらのカードをお渡しいたしまして、はい、こちらで毎回割引しております。あ、はい、ただひこまるではさばきたてのアナゴも販売しております。金沢八景で獲れたアナゴなのでとてもおすすめです。さばいてある状態なので調理も簡単です。塩焼き、煮付け、フライなどおすすめです。その他にわかめもありますので今の時期はわかめがおすすめです。